目立ってしまうのでファンが多いんですけれども、その分嫉妬されることもあるかもしれません。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチタリンです。今日もありがとうございます。明日8月16日午後6時39分に獅子座で新月を迎えます。獅子座の新月のテーマは、自分自身を肯定して自信満々で生きる、そして自分自身が人生の主役として生きるということです。普段控えめな人もこの時期は少し自分を解放してあげることがいい流れに乗れるきっかけになりそうです。明日新月を迎える獅子座は12星座の5番目にあたる星座です。牡羊座で生まれて牡牛座で五感を発達させ、双子座では言葉でのコミュニケーションを学び、蟹座で家族や仲間との触れ合いを通じて感情を発達させて、この5番目の獅子座では個性や自我が発達する段階にあたります。獅子座は自分の人生の主役として思い切り楽しみたい、スポットライトを浴びたい、そんな意欲のある星座です。獅子座を象徴する言葉は I will、 つまり私は志すという意味ですね。この言葉にも象徴されているように、自分の個性をどんどん外に向けてアピールしていきます。つまり人間の成長でいうところの恋や遊びに情熱を注ぐ思春期の段階ですね。それでは今日はまずは明日新月を迎える獅子座の特徴をお伝えします。新月は願い事をするには最適なタイミングですが、どの星座で迎えるのかによって効果的な願い方が決まりますので、ここは毎回大切なところです。それから2つ目に、ホロスコープから見た今回の獅子座新月の期間に起こりそうなことや運に味方される方法についても分かち合いしたいと思います。そして最後3つ目に、明日の新月の願い事を書くときのお約束事と5つのルールをお伝えしていきたいと思います。新月はスタートやリセットの象徴で、新しい物事へのチャレンジ、あとは目標を立てたり願い事をするのにも最適な1日です。実際新月に苗を植えると他の日に植えるよりもよく育つということが分かっていまして、これだけでも新月の日は成長を拡大していくエネルギーにサポートしてもらいやすいということが分かりますよね。そして新月や満月では月を迎える星座のパワーが強くなります。明日は獅子座新月ですので、獅子座のテーマに沿って目標設定をしたり宇宙にオーダーをすると願い事が叶いやすくなると言われています。男性であれば太陽星座か月星座が獅子座の方、そして女性であれば月星座が獅子座の方に特にこの特徴に当てはまるのと、今回の新月からの影響も受けやすいはずです。特に女性は月星座の方が性格の大部分を占めているとも言われていますので、興味がある方は月星座、計算なんかの言葉でネット検索してみてください。では今日1つ目、新月を迎える獅子座の3つの特徴についてお伝えしていきます。獅子座はポジティブ思考、積極的、チャレンジ、自信、自己肯定感高め、自分大好き、目立つのも大好き、創造性、自己表現、行動力、カリスマ、ドラマチック、楽しむ、こういったキーワードを持つ星座です。今回ピックアップしたい1つ目の個性はポジティブ思考で素直な性格ということです。12星座の成長ストーリーでは、人が生まれて魂が成長していく過程をこの12段階でそれぞれ当てはめられています。一つ前の蟹座で家族や仲間との絆を深め、安心できる場所を確保しました。そうやって内側の安心感が持てるようになったら、今度は外側に向けて自分をどんどんアピールしていきます。これが獅子座に当たりますね。獅子座は根拠のない自信で何事にも積極的にチャレンジをして、たとえ失敗したとしても持ち前のポジティブ思考で物事をプラスに捉えます。どんな失敗をしても必ず次に生かしていこうとする星座なんですね。明確なゴールを掲げ、そこに向かって一直線、獅子座は毎日のちょっとした習慣はもちろん、仕事までちゃんと目標を立てて取り組むのがすごいところですね。例えば毎朝ウォーキングをしようですとか、夜何時までにベッドに入ろうという感じで日々の目標を実行していきます。獅子座の2つ目の個性として、自己肯定感が高く自分大好きというところを取り上げたいと思います。何事も前向きに考えられる獅子座は自己肯定感が高く、人間関係もプラスに考えます。潜在的に自分はみんなから愛されていると信じていますので、誰に対してもおじきづかずコミュニケーションが取れる星座です。素直に人の言葉を疑わずにそのまま受け取ることができるのはこの獅子座の最大の魅力と言ってもいいと思います。また獅子座は注目を集めて目立つのが大好きで、積極的に人前に出てみんなを楽しませようとしてくれます。獅子座の支配星は太陽系の中心である太陽ですから、どこにいてもどんなことをしてもまるでスポットライトを浴びているかのように目立ってしまうんですね。最後、獅子座の3つ目の個性として、カリスマ的リーダーでドラマチックというところを取り上げたいと思います。太陽ルーラーに持つ獅子座は
太陽のように明るく輝き、周りを照らし希望を与えるカリスマ的存在です。また獅子座は生まれつきのエンターテイナーで、自己表現の星でもあります。自分が人生の主役であるということが当たり前で、自らをプロデュースして持ち前の創造性を外の世界にアピールするのが上手い人が多いですね。目立ってしまうのでファンが多いんですけれども、その分嫉妬されることもあるかもしれません。でも嫉妬されることも楽しんでしまうっていうところが獅子座のすごいところなんじゃないかなと思います。獅子座にとって仕事とは単純に収入を得ることというよりかは、自分の目的を達成したりアピールしたり、自分をもっと成長させるためにやりがいがあって楽しんで働けるということが重要なんですね。イベントの企画や俳優さん、演出家、画家、ミュージシャンなど、自分を表現する職業に就く人も多いと言われています。以上が獅子座の個性特徴ですが、なんとなくイメージ湧きますでしょうか。では今日2つ目、直近のホロスコープから読み解くメッセージをお伝えしていきます。今日も様々な惑星やハウスの話が出てくるんですけれども、難しいなとか、なんかよくわからないなと感じるところがあれば、そこは聞き流していただいて、あなたにとってピンとくるメッセージだけを参考にしていただくようにしてください。今回の新月で最も特徴的なのは、冥王星、そしてコンジャンクションの火星と水星、そして天王星でグランドトラインという形を形成しているということです。冥王星はヤギ座、火星と水星は乙女座、そして天王星は牡牛座にいるんですけれども、この3つの星座はすべて地のサインですので、地のグランドトラインができているということになります。その横には魚座にある海王星を頂点とする冥王星と天王星で小三角形ができています。これはカイトという幸運のアスペクトで、潜在的な能力が目に見えて評価されるということがあるかもしれません。またさっき言ったように地のグランドトラインができていますので、今まで努力してきたことが目に見える形で評価される、または抽象的な思いが形になってくるとか、もしくは不安定だった何らかの物事が安定していくというように、現実面での嬉しい変化が起きる可能性が高いです。ただし今は金星逆行を含めて多くの天体が逆行している期間中ですから、この時期思うように見える成果が出なかったとしても落ち込む必要はありません。この新月のタイミングで種まきをしたことが逆行期間明けに成果が出るということもあると思いますので、焦らず物事を冷静に見るようにしてみてください。牡牛座木星期でもありますので、本当にこれは焦らず忍耐強く落ち着いて物事を見極めることが大切な時期です。それでは今日最後3つ目になります。明日新月の願い事を書くときのお約束事と5つのルールをお伝えします。明日の新月は午後6時39分に向かいます。それから8時間以内の翌日の午前2時39分までが新月から特に強いサポートを得やすい時間帯になりますので、新月の願い事を書くのであればこの時間帯までにやるようにしてください。ただし時間的に願いを書くのが無理という場合は、48時間以内の18日午後6時39分までであれば月のパワーは有効です。そして月のエネルギーが落ちるボイドタイム、ボイドタイム中は願い事は極力書かないようにしたいところなんですけれども、今回は新月の当日の午後6時37分から翌日17日の午前8時13分までの約14時間ボイドタイムが続きます。明日の新月から8時間以内はボイドタイムということですので、この時間帯はちょっと残念なんですけれども、避けていただいて願い事を書くタイミングにはお気をつけください。いろいろ話したんですけれども、まとめますと、今回はボイドタイムの影響もありますので、17日の午前8時13分から18日の午後6時39分までに願い事を書くといいということですね。願い事は A4 サイズ以上の紙に自分の好きな色の消えないペンで書き込んでいただくといいと思います。それではこの新月の願い事を書くときの5つのポイントをお伝えしていきたいと思います。1つ目は、願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書くということです。1つの文章の中にあれもこれも願望を入れるとよくわからなくなりますので、願い事の数量は願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書いてください。そして願い事の数は自分が今コミットできる数量に留めておいてください。2つ目は、願い事は叶った体で過去完了形で書くということです。例えば、私はタロット占い師として毎月50人以上のクライアントさんの夢実現をサポートして月収200万円をコンスタントに稼ぎましたという感じで、もうそれが叶った後のこととして書くということですね。3つ目は、主語を自分にするということです。誰それさんがいい人になってくれましたとか、息子や娘がどうこうなりましたというような他人主体の願い事じゃなくて、
私はこんな行動をすることで私の人生がこういうふうになりましたというように、あくまでも自分を主語にして願い事を書くようにしましょう。あの人がこんなふうに変わりましたとか、この人の性格がこういうふうになりましたといったような他人が変わることを願い事に書くのは全然本質とそれていて全く意味のないものになってしまいます。4つ目は、自分だけでなく他の人も幸せにできる願い事を書くということです。願望を叶えるという観点ではここはとても大切なポイントになります。自分が幸せになるということだけじゃなくて、それが叶うことで他人も幸せにできる願い事だと夢はとっても叶いやすくなります。例えば、私は施術家として毎月50人以上のクライアントさんとご縁をいただくことでたくさんの方の心身の健康に貢献しましたという感じで、自分の夢が叶うと同時に他者も幸せになるような願い事、こういったものは断然叶いやすくなります。願い事の書き方5つ目としては、今回の新月に沿った願い事も書くということです。獅子座のテーマでもあるポジティブ思考、積極的、チャレンジ、自信、自己肯定感高め、自分大好き、目立つのも大好き、創造性、自己表現、行動力、カリスマ、ドラマチック、そして楽しむこと、こういったことにまつわる行動、あとは今回獅子座を迎える第6ハウスのテーマでもある仕事や職場、健康に関する物事についても願い事を書いてみてください。では恒例になりましたが、もしよろしければ予行演習として何か一つでもいいので、この動画のコメント欄にあなたの願いを叶った体で書き込んでみてください。そして他の人の夢もぜひ応援してあげてほしいですね。他人を応援することでも自分の夢も断然叶いやすくなります。みんなで一緒に夢を叶えていきましょう。今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。今、サンリーの公式 LINE では、女性限定の開運講座、女神塾を無料で公開しています。女性性を開花させて、今よりも若く美しく、自己肯定感と幸福感を高く持ち、愛も豊かさも楽々受け取る開運女神になりたい方は、こちらの QR コード、動画概要欄、コメント欄から、女神塾の無料公式 LINE に友達申請してください。女神タロット、開運スマホ待ち受け、女神診断テストなどなど、素敵で魅力的で幸せな女性としての人生をサポートするコンテンツが盛りだくさんです。お待ちしております。